こうやって大きくなるとね、あんまりそんなに話すことはないんですけども、親と子っていうのはちょうど中くらいの時に中くらいとか必要な時期って必ずあるんですよね。その必要な時期にちょっといない時、出かけた時があったんで、だいぶ長い間、そのせいか一緒になってから一緒になってからって言いますね。その後ね、いろんなことが喋るようになって51になって息子と結婚息子と結婚してボスになった。息子とね、喧嘩することもある。この間もいつだったっけ、2ヶ月だもんね。2ヶ月か、2ヶ月ぐらい前に、なんでそうだったんだっけ。家に遊びに行って、で、俺の方が聞いたんだ。そしたら、そうだ、忘れた。忘れてた。うちに来てヘッドホンやってたんですよ。それでその時に、用事を頼んでも、多分ヘッドホンやっても聞こえるんだよ。本当は聞こえるんだ、自分の経験あるから。聞こえなかった。なんか同じ言ってんの。ポーンって言ったら、大事なヘッドホンなんだ。だったらちゃんと聞けってなっちゃった。でもね、かわいそうじゃない。その後持たれたの。その理由が、初めてゴミ捨ててこいで。初めて反撃された。生まれて初めて。それは、もしかしたらやべえかな。生まれて初めて思った。それで、ね、そんな顔見ちゃいけないから、なんだ親に向かって、なんてことを偉そうに言ってしまったり、そしたらその親っていう言葉は聞いたのかな、ずっと聞いたね、まずは。でもね、そうやってね、慣れちゃいけないけど、慣れちゃいないですんでね、こうなって掴み合いやったんだけど、でも、些細なこと、ゴミの一つのこと。でも、些細なことなんだけど、そうやってくれた後、二人で泣きながら喋って。これはね、きっかけはどうあれ、自分が良かったなと思ったの。カズの本当のことも聞けたし、自分の本当のことも、ゴミのことじゃないよ。ね、違うことでね、ずっと深く入っていって、いろんなことを話したの。だから泣き出して、違うな、これだ、最初で、そういう涙を見せ合って、だから、なんていうの、下アプリしてるとか、あ、こいつこうやってっからいいや、俺はこういうことやろうとかじゃなくて、なんか接点を、まあ、喧嘩でなくてもね、どっかで接点を持てば、親子っていうのは絶対切れないもんじゃない。だからどっかで何かのまた強い絆、絆はずっと強いんだけど、思い出して、あ、そっか、こういうとこあったんだな、こういうことしたいんだなって発見するときもあるから、なるべくそういう喧嘩の、ね、きっかけじゃなくていいから、何かのきっかけを探すといいんじゃないかなって、その時に思ったから、あ、今日言おうな、今日言おうなって思ってたんだけど、カズ君はあんまり良くない喧嘩あることですか。まあ理由はね、ゴミだったけどそういうことで本当腹割って話ができる親で良かったなと思います。いやでもね、本当にね、初めての反撃だったの。でも反撃はしたかったんだろうね、人間だもん。なんでこんなことで怒らなきゃいけないんだろうでもそうやってずっと話してるうちに本当のことが分かるから、もっともっと今は何をやりたいのかなとかね。だから今度アメリカに4月から留学するんだけど、その時に頼まれた時も、実はこうやって行きたいんだと言われた時も、
でも日本でやって音楽も英語も全部できるんだから日本でやればいいじゃないかと、なんかずっと話聞いたらやっぱりそれだけ信念も持ってるし、そして行かなくて後悔するよりも行って後悔した方がいいと。で実は自分もホイールスやって終わった時にワシントンにバークレーって大学があるんですけど、音楽のあそこに行こうかなと思ったんですよ。ところが、もうその時結婚してまして、結婚だけだってよかったんだけど、この子お腹に入っちゃったんで、もう行けなくなっちゃったんですけども、でも、そういうことを考えると、あ、今のしか行けないのかなということがあって、今度4月に行かせることにしたんですけども、まあ、無事に帰ってくればよしとしよう。
とうございました。本当にありがとうございました。今日どうなるかなと思ったのは本当に正直な気持ちでしたけども、本当に皆様の温かい拍手のおかげでやっと無事に終わることができました。本当にありがとうございました。今日もじゃあまた一緒に来た回もありました。それではもう一曲じゃあ出してみます。これもカーペンターズの曲なんですけど、皆さんもこれはきっとご存知だと思います。セインという曲です。一緒に歌ってください。Just sing a song.